唯一現存する修道院長の旧邸宅、ラフェルテ修道院は、フランスのブルゴーニュ、ソーヌイコールエイコールロワール県にかつてあった、首都会の修道院。1113年に、首都修道院初のシーンとして創設され、1791年に廃止された。廃止までに17のシーンを設立した。ラフェルテ修道院は、市東修道院の三代院長ステファン・ハーディングの、 時代、1113年に、死党修道院最初のシーンとして創設された。すなわち特別な位置づけがなされる、死党会の最初の4シーンの一つであった。設立するとすぐに、ブルゴーニ公をはじめとした地元の有力者の寄進を受け発展した。1165から66年には、近隣の構想に巻き込まれ、その後13世紀に改築された。 14世紀の山賊の襲撃を端として、1415年までには、要塞化が進められた。しかしながら1562年と1567年には、略奪にあい、1570年には、ガスパール・ド・コリニーのプロテスタント勢力により一部を、残して消失した。当時の委員長は再建の資金を得るために、修道飲料の一部を売却し、17世紀初頭までに、 大進出をはじめとした施設と、境界道の手入れを完了した。1682年には、防壁と堀を撤去して、修道院の回廊と院長の邸宅を建設し、この工事は1760年頃まで継続された。最後の院長の時代にも改装は計画されていたが、1791年のフランス革命により、修道院は解散させられた。 その時には14人の修道士と数人の労働者、そして修道院の管轄下で別の場所にあった木綿の防食工場で働く女性たちが所属していた。修道院は国有化の後に売却され大部分が破壊された。シャトー・ドラ・フェルテ正面現存している建築物はシャトー・ドラ・フェルテの名で知られる18世紀の修道院長の邸宅で、これは2階建てで、 マンサード屋根をいただき、王子の大食堂も今に残す。1993年には歴史的記念建造物に指定された。ありがとうございます。